今回はお嫁ではなくヤバい彼女のお話。職場の上司、既婚者と不倫していた彼女。感づいた一致は最後に修羅場を作ってやろうと目論みます。さて、どうなるのでしょうか。彼女が既婚者と浮気してたから尾行して修羅場に慕った。彼女が浮気通過不倫してました。相手は会社の人間だった。しかも今日は海帯だ。彼女とは別れると決めたので最後に修羅場を起こしてこようと思います。おうおう、そんな最低女がツンとやってこい。報告よろしく。簡単に説明しとくと、俺、24、社会人、彼女、26、社会人、男、26から8、既婚者で彼女の上司、予定では20時に待ち合わせ、その後食事に行った後に宿泊施設に行くと思うんで入る前に泊める予定、すでに関係は2、3度ある。相手の奥さんにもアポ取って一緒に行くっていうのはどうですか？ナイス。やっぱ奥さんにも知らせないとねー。前にその場で浮気相手の携帯から奥さんに電話した人いたよね。まだそこまでは知らないので。でも教えるつもりです。確か以前にもそういう人いましたよね。あんな感じにしたいと思ってます。通過叩かれるの覚悟でもっと鬼畜なことしようと思ってます。バカには生半可なこと絶対ないよ。思いっきりやっちまいな。会社にも教えないと。写真も押さえとこう。それじゃ行ってきます。今後は携帯から書き込みます。詳しくは戻ってきてから PC で書きます。くれぐれも情に流されるな。コテンパンにのしきまえ。8時頃に待ち合わせの場所に着きました。彼女がいますが、まだ男はついてないみたいです。通過寒い。頑張れ。この気を逃すと次がだるいぞ。予定よりも15分遅れて男が登場。身長は170ぐらいで細身。二人は食事のためにレストランへ。俺は一人でコーヒー片手に2チャンネル。ちなみに男は奥さんに出張と言ってるみたい。メールで確認済み。とりあえず1枚しゃべっとけ。宿泊施設に入っていくショットが撮れたら一番有力だよな。それは必須でしょ。っていうかムービーにした方がいいかも。じゃないとうまく撮れてない可能性もあるから。証拠はたくさんあって損することはない。宿泊施設に入っていく写真か出ていく写真、どっちの方が証拠有力なのだろうか、なんて割とどうでもいいこと考えながら95、結果を待つ。両方それまでの時間経過がわかるとなおよし。カメラは使い捨てのやつを買って持ってるんだけど、正直出てくるまで待つのは面倒なんで、入る瞬間を撮ってあとはなんとか吐かせます。俺のことを心配してくれてる人がいますが、なぜか今テンションが高くワクワクしてます。多分壊れてます。施設外に入ったらムービー撮りながら入るときに写真を撮ることにします。思いっきり不審者ですね。今二人が店から出てきました。ここら辺で徒歩で行ける施設外といったら一箇所なんで、あと約10分後に修羅場スタートのはずです。それじゃ行ってきます。頑張れ。とりあえず落ち着いて。人ごとながらドキドキしてきた。自分だったら手震えちゃってるだろうな。修羅場想像したら緊張して胃が痛くなってきた。あれから二人を尾行し、宿泊施設に入る瞬間をカメラに押さえました。その時の二人の顔は最高でした。でそのまま施設の中に入り、男の金で一番高い部屋を選び三人で入りました。今その部屋のトイレからこれを書いてます。来た。ちょ、部屋侵入。まさか三人でとは。頑張れ95。男は相当焦ってるようです。この後奥さんに暴露する予定。彼女は泣いてずっと謝っています。多分次の報告は帰宅後 PC からになります。それじゃ頑張って吐かしてきます。今日一番の修羅場だな。クオリティ高え。男も泣かせたれ。うわー、報告がすげえ気になる。これから彼氏来るけど、ドタキャンして PC に張り付いて報告待ちしたい。ちょ、それは彼氏かわいそす。彼氏と一緒にこのスレを読んでればいいじゃん。それだ。帰宅しました。随分ひどいことをしたかもしれませんが、今から書きます。おかえり、待ってたよ。ひどいことしたなんて思っちゃダメだよ。あなたが一番ひどいことされたんだから。激しく同意。落ち着いてでいいので詳しく報告お願いします。まず彼女の浮気、不倫に気づいたのは彼女は一人暮らしをしていて、そこに俺もよく行っていたんで避妊具を買っておいてたんです。1ヶ月ほど前に行った時に、普段は俺が開けることがない棚の中に見たことがない避妊具の箱があったんで、変だなと思ったけど特に気にならず放置してました。それから2週間ほど経って彼女の部屋に行くと、その箱が開けられて使われてたんですよ。でそこでやっと使ったことのない避妊具が減ってるんで怪しいと思い、悪いと思いつつ携帯を見ると、会社の男と浮気、不倫してるのを発見しました。ここまでが2週間前の話で、それからも彼女と会うたびに携帯を見続けて、今日会うことが判明したってわけです。95には悪いがバカな女だ。携帯見たことを悪く思うことないぞ。だが減ってる避妊具に気づいた時点で相当ショックだよな。ほんとオツだ。
メールで分かった待ち合わせ場所に行くと彼女発見、しばらく一人でした。15分後に男が到着し二人でレストランへ、約50分後にレストランから出てきた二人は施設外へ、その後こっそりと尾行。ポケットには買っておいた使い捨てカメラを入れておき、いつでも撮影可能な状態にしてました。二人が宿泊施設の敷地に足を入れた瞬間に後ろ姿を撮影、二人は突然のフラッシュに驚き振り返る。素早く巻き戻しここでもう一度撮影すると二人の顔を撮ることに成功。男の方は、お前誰だとかなりキレ気味、彼女は俺の顔に気づくと、驚いた様子ですぐにうつむきました。男の方がこっちに近づいてきてまた、お前は誰だと言ってきたんで、〇〇、彼女の名前の彼氏だけど、あんたこそ誰？と言うと、男の顔もみるみる固まっていき無言。そこで、まあこんなところで話すものなんだし中に入ろうよと男の腕と彼女の腕を無理やり掴んで施設内に連れ込み、部屋を選ぶパネルの前で男に、一番高い部屋がいいなぁと笑いながら言うが男は無言のまま。そこで、奥さんに言うよと笑顔で伝えるとしぶしぶ財布を取り出し部屋を選択。彼女は未だに黙り込んだままだったんで、こんな高い部屋に泊まれるよ、よかったねと言っておきました。エレベーター内では3人とも無言のまま、部屋のある階に泊まり部屋に着きました。部屋は高いだけあってとても広く、おしゃれな感じです。まずは彼女と話がしたかったんで男をトイレに入れさせて彼女と二人で話しました。今後他の人と付き合う時のために浮気された原因を聞きたかったので彼女に聞くと、浮気をした理由はこうでした。やっぱり男は上司でその仕事をする姿に好感を持っていた。そんな時に男から誘われ、俺に悪いと思いつつ誘いに乗り食事へ、あとは簡単に遊べてしまったそうです。で彼女の部屋にも男が来るようになり、男と使う秘密具は俺が普段開けない棚に隠してたつもりみたいでした。浮気をした原因は特に俺にはなかった、と言ってました。ちなみに男は彼氏がいることを知ってたみたいです。ひぃ、すごいね。よくそんなに強気で話できるよ。彼女との話が終了し今度は男をトイレから連れ出し、彼女はバスルームに入れときました。男は速攻で土下座してきました。こんな会話です。本当にすいませんでした。申しません。まあしちゃったことはもう元に戻せないしね。どうするの？彼女とはもう一切関わりません。二度と近づきません。そんなこと言ったって会社一緒じゃん。じゃあ会社辞める？いや、それはえ、何？会社辞める気ないの？なんで？自分には、家族がいるんで。家族？あんた結婚してるの？じゃこれ不倫じゃん。つうか家族いるくせにこんなことしてていいと思ってるの？本当にすいませんでした。申しません。口で言ってもね、態度で示してよ。あのすいません態度っていうのは？何？俺がいちいち説明しなきゃいけないの？すいません。じゃ、服脱いでよ。そしてその状態で土下座して。なかなか脱ごうとしないんで。つうか早くしてよ、奥さんに言っちゃうよ。やっぱ奥さんに言われるのはいやらしい、当たり前か。やっと着衣なし状態になった男、前は両手で隠してました。ここからはひどいことをしたんで叩きたい人は叩いてください。正座の男、じゃまず土下座して。土下座姿をカメラにゲット。彼女のことは好きだったの？それとも遊び？本当にすいません、遊びでした。へえ、遊びか、まあ不倫だしな、当然といえば当然か、他の人とも不倫してたんじゃないの？ここで言っても俺には関係ないし言ってみてよ。はい。誰？会社の人？いえ、遊びの関係で。あんたすごいな奥さんいるのによくやるよ。じゃまた彼女と話したいからトイレに入って、そのまま男をトイレに入れさせました。ここで男のスーツから携帯ゲット。すげえ。まさに鬼。絶対的に回したくないタイプだ。男の携帯にはロックはかかっていませんでした。もちろんこんなことは犯罪ですが、特に気にならなかったです。アドレスを見ると女の名前で男と一緒の名字があったんで、奥さんのだと思いました。でもそこにはかけずに自宅にかけました。電話に女の人が出たんで、もしもし夜分遅くに申し訳ありません。私は〇〇と申します。三角三角、男の名前さんのご自宅でしょうか？はい、そうです。三角三角さんの奥様でいらっしゃいますか？はい、そうですが。実はお宅のご主人が私の彼女と不倫をしてたんですよ。で、今3人で話し合ってたんで、奥様にも電話を差し上げました。こんな電話が突然かかってきたんで奥さんは当然不審に思ってたみたいです。そこで詳しく話していくと徐々に信じてもらえてました。彼女の名前ともう一人の不倫相手のことを伝えて電話終了。うわぁすげぇ。カメラを撮ったことを奥さんに伝えると、できればいただけないですかと言われたんで男のカバンの一番底にカメラを入れておきました。彼女をバスルームから、衣服なしの男をトイレから出しました。男の姿を見て彼女はびっくりしてましたね。まあ遊んでた間柄だし、そんなに驚くなよと言っておきました。あとは二人が土下座、彼女は泣く、ちょっとトイレに行きたかったんでトイレに、ここで携帯から書き込んでました行きました。
もう生成したんで、あとは二人残して施設から帰ってきました。ちょっとトイレに行きたかったんで、バロス。おつ、男の方も今頃修羅場か？グッジョブ、奥さんにカバンの奥に入れておきますって伝えたのかな？しかし、彼女の目の前で電話していたわけなの？カバンの奥深くにカメラを入れているところを見せていないんだよね？95が帰った後、破棄されていたら。奥さんから、カメラは主人のカバンの底に入れてくださいと言われたんで、奥さんと電話してた時は二人はバスルームとトイレに入れてたんで、俺が何をしてたかは気づいてないと思います。じゃあ、奥さんと電話したことも知らないのかな？ヒント、履歴。カメラごと渡したら自分の手元に残らないじゃないか。どうせなら住所聞いて現像したものを送ればよかったのに、そっちのが確実。自宅へ電話したのは男の携帯？履歴残ってるよね？バレたかな？276でかけたのは男の携帯からじゃなく俺の携帯からです。また何かあったら報告します。奥さんには何かあった時のために俺の番号を伝えておいたんで、彼女からは謝罪メールが何通も届いてますよ。だから男が土下座してた写メを最後のプレゼントとして送っておきました。写メかぁ、抜かりはないな。本当にグッジョブ。君は勇者だ。うは？向こうも修羅場決定。95本当に落ち。土下座は携帯に残っていたか。てっきり使い捨てカメラの方かと。彼女は今さら何を謝ってるの？土下座を取ったのは両方です。魔が差した云々でしたね。まあもう関係ないんでどうでもいいことですけどね。なんか何から何まで抜かりないな。冷静さが怖かっこいい。浮気する女って、謝罪メールでは、あなたしかいないって言い切るよな。しらじらしすぎる。無理があるよな。都合いいし。鋭いですね。そんな言葉もありましたよ。こんなことを聞くのは酷かもだけど、相手の男はそんなにいい男だったの？不倫相手を二人もゲットできるくらい？顔はそこそこでしたよ。ちょっと中性っぽい感じの顔でした。彼女とはこれからどうするつもりなんですか？もう別れましたよ。職場にもバラすつもりですか？部下の女の子に手を出したとなると、固い会社だと問題になるだろうけど。さすがにそこまではしません。それができるのは奥さんだけなんで。ぜひ、彼女の謝罪&言い訳を晒し希望。謝罪内容晒し希望。まあ簡単に書くと、本当にごめんなさい。もう一度会って話だけでもさせてみたいな感じでした。でももう彼女と会うつもりはないですけどね。大丈夫ですか？修羅場中や前後は興奮や成し遂げる気持ちでいっぱいかもしれないけど、帰宅して落ち着いたらいろんな感情が湧いてくるんじゃないかと思って。彼女と最後に交わした言葉は何ですか？心配どうもあがとう。でも今は特に何も感じてませんね。多分尾行中と帰宅中に音楽聴いてテンション上げてたんでそのおかげかと思います。彼女と最後に交わした言葉は確か、それじゃバイバイだと思います。しかし同性ながら、95の彼女がムカつく。他の男と浮気しといて、あなたしかいないの、あんなの出来心よなんて、どんな腐れた頭をしてんだか。95の元カノはどんなタイプの女なの？ちょっと好奇心。この問題が発覚する前までは年上ってこともあり大人っぽい感じですかね。まあ俺が年下なんで少し彼女に甘えてたのかもしれなかったですね。どのぐらい付き合ってたんですか？付き合いは2年弱ですね。長いんですね。付き合いが長いと、いくら浮気をしたからといっても情が残りませんか？彼女をかばうわけでも何でもなく、疑問。情は多分あると思います。でも好きな気持ちはとっくになくなりましたね。浮気してるのが分かって徐々になくなっていきました。まあ今のところそんなにショックは起きてないんで気にしないでください。また何かあったら報告に来ます。こんな夜遅くまで付き合ってくださってありがとうございます。それじゃおやすみなさい。95のレス見たけど全然笑えない。確かに武勇伝としては面白いけど95本人とか奥さんの心境を考えると笑えないよ。まるで95が傷つくために尾行したように見える。浮気はほんとダメだね。服を着てない状態で土下座しちゃうほどのことならやらなきゃいいのに。むしろ95さんが刺されないか心配。家庭も仕事も失うかもしれない不倫男が逆上すると怖いからね。それから3日後。どうも95です。事後報告というか少しあったんで報告します。まず月曜日に奥さんから電話があり無事カメラを手に入れられたみたいです。男は何事もなかったように月曜日に帰宅したみたいです。奥さんからの電話があった時に、もう俺は関係ないんですが、どうされるんですか？と伺うと、実は男は以前にも不倫をして奥さんにバレて相当問題になったらしいです。そして今回は離婚するかもとおっしゃってました。その時に、もしかしたら彼女に慰謝料請求をするかもしれないと言われたので、お好きになさってください、元彼女ですからと言って電話は終了しました。これが月曜日の話です。報告をつ、二人からは、たっぷり絞り取ってほしいね。そして昨日、火曜の話ですが、月曜日に元カノとの共通の友人カップルに飲みに誘われていたんで気分転換にいいかな、と思い行きました。
それが間違いでそのカップルに延々と、許してやってと説得され、挙句の果てには元カノ登場、もともとそういうことになってたみたいでした。そこでも少し修羅場になりやっと帰宅した、という報告でした。うわぁ、本当にお疲れ様、差し支えなければその飲み場での修羅場の様子も。うわ、友人カップルーぜ。そこまでの修羅場ではなかったんですが、ちょっと書いてみます。待っててください。まず指定された居酒屋に行きました。座敷、そこで友達カップルと飲んでいました。最初は世間話をしたりしてたんですが、だんだんと恋愛の話、見事に誘導されましたになり、そこでカップルの女が。そうそう、三角三角、元カノの名前から電話があって、まるまる、俺の名前に相当悪いことしたって言ってたよ。そう。本当に別れるの？うん、もう別れたよ。〇〇は本当にそれでいいの？このまま終わってもいいの？全然いいけど、こんな感じのやり取りを何回か繰り返した後に。それでさ、一回だけでもいいから会って謝りたいって言ってた。そう？あれ、もしかして元カノ呼んでるのか？三角三角の自業自得だけど相当落ち込んでたよ。そう？だから一回だけ会ってあげてよ。本当に〇〇に謝りたいみたいだし。いや、もう終わったことだし、会う気はないよ。みたいな話をしてた時にカップルの男の電話が鳴り、ちょっとと言い残し部屋を出て行きました。そして少しして男と一緒に元カノが登場。ちなみにこのカップルはもともとは元カノを通して知り合いました。元カノが登場した時の俺の顔は多分、ポカーンとしてました。そこでカップルの女が、騙すような真似してごめんね三角三角に頼まれてと、男の方も話だけでもしてあげてと。もうここで帰りたかったんだけど、元カノの顔を見ると相当顔色も悪く目の周りが赤くなってました。まあそんなことはどうでもよってこんなことを話しました。騙してごめんね、本当に話がしたくて。いや、話すことなんてないよ。本当にごめんなさい。かける10回ぐらい言ってました。つーか何を話すの？あれだけのことしてさ、もういいでしょ。もうあんなことはしないから、別れたくない。無理。ここでカップルが元カノと一緒に、考え直してあげて本当に無理だから、浮気ぐらいで、とか思ってるでしょ。でもそれで別れる理由は十分だし、もう無理だって。本当に別れるの？当たり前だろ、俺浮気とかする人間のことは信用しないから。ここで元カノが泣き出しました。カップルも俺の意志が固いと分かったみたいで復縁を迫ることはしませんでした。かっこいい。つうか、そういう時に騙してでも謝ればなんとかなるかも。っていう態度にさらにドン引きするよな。元カノの、本当に別れるの？うざすぎる。よくそんなことが言えたな。ちなみに後で知ったんですが、カップルの二人は元カノから浮気のことは聞いてなく、ただ元カノから、私が〇〇を傷つけたから〇〇が別れる、と言って会ってくれないから、助けてと言われてたらしいです。だからこの出来事が終わった後に、ごめんねと謝罪がありました。このカップルにはもともとよくしてもらってたんで、特に騙されたと恨むことはありません。完璧に悲劇のヒロインだな。浮気のことは隠して、ひどいことをしたからって説明は都合良すぎ。その友人にも土下座写メ送ったれ。浮気が原因と分かった時のカップルの反応はどうだったの？全て説明すると、そや別れられて当然と納得してくれました。友達カップルに全て事細かに暴露してやれよ。慰謝料取られ彼氏も友達も失う姿が目に浮かぶ。慰謝料とかの話は元カノ経由で男にバレると奥さんに不利なるかもしれないんで黙っておきました。良識のあるカップルでよかった。浮気したことを言わずに助けを求めるって。こんな女なんだったらそのうち友達も離れていくんじゃないか？ふと気になったんだけど宿泊施設で修羅場の後も二人は結局宿泊したんかね？上司は何食わぬ顔で、ってくだりが気になった。ほんとだ。例の浮気現場修羅場は土曜の夜で、男は何事もなかったように月曜日に帰宅したみたいです。宿泊してるの確定じゃん。このゴミを読んでどんな神経した元カノ&旦那なんだ。それ俺自身も少し気になってたんで、俺が出た後どうしたの？と聞くと、すぐに〇〇を追いかけたと言ってきたんで、俺あの後三角三角が出てくると思って外で待ってたんだけどと言うと黙り込みました。どうやら止まったようですね。完璧。もうどうしようもない女だな。どうしてそこまで冷静なんですか？こういうことに慣れてるんですか？冷静になれるコツがあれば教えてください。失礼なことを聞いてるかもしれないんで嫌ならスルーしてください。こればっかりはその人の経験と性格によるものが大きいと思うけど。慣れてませんよ。こんな修羅場は生まれて初めてですから、多分浮気、不倫に対して嫌悪感があるから、と思いますよ。浮気が発覚してからの2週間で気持ちがさーっと冷めていきました。あとは頭の中でシミュレーションしておくんですよ。こうしたいと大体決めておいて、それで相手の反応とかも大体予想したりして。まあこんな感じですね。でも今回のはたまたまうまい具合にいったって感じですけどね。
一番のポイントは、95が彼女への思いが冷めてしまったところだろうね。少しでも未練があると、ここまで思い切りできないよ。バカな女だな、あんないい男を自分から捨てるような行為をして。バカだから仕方ないよ。興味ない方はスルーしてください。多分これが最後の報告になります。最後にしたい。あれから奥さんは離婚のためにあの時のカメラを現像に出し、できた写真を旦那に見せたみたいです。それを見せられ旦那は観念したみたいで離婚に合意したみたいです。最初はごねてた旦那も、奥さんが俺とのことを話し、写真を見せると諦めたらしい。慰謝料の件は元カノに請求するために奥さんが連絡し元カノも払うことを了承したみたいです。あれから元カノには何度か遭遇、待ち伏せしてその度に顔がやつれていってた感じですね。会社も辞めるらしいです。エクセレント。素晴らしいな。95、いつぞやの、オツ。いよいよ相手の離婚成立か。95もまた新しい幸せに出会えますように。いつかの95は突撃施設男だよね。95お疲れー。いい次は恋愛しろよ。はい、今の恋人とは幸せになれるように頑張ります。95オツ。元彼女仕事辞めるのか。元旦那もなのかな。やっぱり会社にもバレたんかね。何にせよ幸せになってください。奥さんは会社には言わなかったみたいです。元カノが奥さんに謝罪した時に誠意を見せてくださいと言われ自分で会社を辞めることにしたみたいです。彼女への慰謝料請求額はおいくらですか。彼女のその後の行動も詳しく報告いただけないでしょうか。本来なら2、300万のところ奥さんがなぜか俺に気を使ってくれまして数十万らしいです。俺がいいんですかと伺うと私も仕事してるから大丈夫よって返事が返ってきました。皆さんが期待してたようなことはないのであしからず。会社の前、家の近所で俺の帰りを待ったりしててその時に復縁を迫られました。普通に断っても聞いてくれそうにないんで以前登場したカップルに頼みなんとか収集しました。こんな感じです。その程度の金額だと、元彼女の親バレはなかったのかな？親バレしてると、さらに元彼女へのダメージは大きいでしょうね。親バレはないと思います。個人的にはそこまで元カノのことを恨んでないんで、奥さんもそうだと思います。カップルの説得模様は見てたの？見てました。最初は元カノと二人だったんですけど、俺じゃ拉致が開かないと思い、カップルの女性の方に助けを求めたら偶然二人でいたみたいなんですぐに来てくれました。それかける？聞きたいですけど。嫌ならいいですよ。いいですよ、書くんでちょっと待っててください。それともう俺は全然気にしてないんで、大丈夫ですよ。あのカップルと飲みに行った日から3日ぐらい経った時に元カノが会社の前で待ってました。その時は裏口から帰りました。2回目がゴールデンウィークに入る前の週でその時は家の近くで待ってました。最初2人の時はこんな会話です。話だけでもさせて。いや、もう別れたんだし、する必要もないでしょ。ごめんなさい、でもまだ好きだから。そんなこと知らないよ、もう無理だから、みたいな会話を続けてて、カップルに助けを求めました。カップル到着。三角三角、元カノの名前もう諦めなよ。全部あなたが悪いんでしょ。でも話だけしたかったから。どんな話をするの？まるまる、俺の名前はもうあなたと話することはないもないよ。もう、諦めた方がいいよ。最後にきちんと謝りたいから、それだけでも。本当に謝るだけだよ。まるまる、本当にごめんね。とまあこんな感じです。俺からは本当に反省してるように見えました。もうこれで二度と元カノと会うことはないと思いますが、次は真面目に恋愛をして元カノにも幸せになってほしいですね。お疲れ様でした。みんながこんな対応取れてたら浮気なんかなくなるのにな。まあ何かあったらまた来てください。ありがとう。そうします。もう修羅場は勘弁なんでロム専門になりたいです。それではおやすみなさい。深く聞きすぎてしまい、申し訳ない。今の彼女との幸せな時間が、今後も続くことを祈っています。ならなんで浮気なんてするのかな。裏切られた方はどれぐらい苦しいかわからないかな。想像できないんだろうね。浮気が周りにどんな影響を与えるのか。結局不特定多数の異性にチヤホヤされてたいだけでしょ。浮気する奴の考えなんて。いつかの95は、本当にかっこいいな。これからは平和な日々を送ってください。いつかの95、報告オツ。お前さんが次は幸せになることを願う。いかがでしたか？一致の復讐劇は爽快でしたね。まあ、男の奥さんも、旦那の本性が分かってよかったのかもしれません。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。